二千十八年国民民主党代表選挙は、二千十八年九月四日に行われた国民民主党の代表選挙である。選挙の結果、玉木雄一郎が当選した。二千十七年十月三十一日の民進党代表選挙で新代表に選出された大塚洸平は、二千十九年の統一地方選挙や参議院議員通常選挙を控え、連合の後押しで、 立憲民主党や希望の党との連携による統制の回復を図り、2018年1月の統一会派交渉決裂を経て3月に新党結成協議に乗り出し、4月に希望の党と協議入りした。協議の結果、大塚の任期が満了する9月に新党の代表選を行うこと、代表選は党員、サポーターが投票できるようにすること、 代表選までは、大塚と2017年11月の希望の党、共同代表選挙を経て、希望の党代表に就任した玉木雄一郎とが、新党の共同代表に就任することなどで調整が進められ、2018年5月7日に、新党、国民民主党が結成された。その後、6月27日の総務会では、9月下旬に行われる、 自由民主党総裁選挙との重複による埋没を避けるため代表選を9月上旬に行うことが決定された。7月18日の総務会では代表選を8月22日告示、9月4日投開票の日程で行うこと、立候補に必要な国会議員の推薦人の要件を所属議員の15%か20人以上のいずれか少ない方に緩和する一方を、 新たな要件として、国会議員の要件と同数の地方議員の推薦人を加える、要代表選規則を改正すること、党員、サポーターと地方議員の事前投票に、電子投票を導入する、要代表選規則を改正することなどが決定された。7月24日の総務会では、代表選実施のための臨時党大会を9月4日午後に、 東京都内で開催することが決定された。7月31日の総務会では、7月現在の党員、サポーター数が76,596人、地方議員数が761人と報告された。当初は出馬の動きが低調で、無風状態とも報じられたが、8月に入る玉木、津村圭介元内閣府大臣政務官の出馬意向が伝えられ、 対決より解決路線の玉木に対し野党、共闘路線の津村が挑む構図と報じられた。8月9日に党本部で事前説明会が開かれ、玉木陣営、津村陣営の北井前正と国会対策委員長、代理、柚木道義元財務大臣政務官の陣営が出席し、津村は出席後に出馬に意欲を示した。玉木は同日夜に大塚と会談し、 続投すべきとの認識で一致した。8月10日、玉木が出馬を正式表明し、日本共産党を除く野党間の統一会派結成や共同戦隊設置を呼びかけ、対決も解決もと述べて、路線を対決よりに修正した。8月13日、津村が出馬を正式表明し、玉木との違いを野党共闘の本気度とした上で、まず衆議院会派。 無所属の会との合同国体設置、ついで野党間の合同選対設置を目指す考えを示し、共産党との選挙協力については明言を避けた。また、代表選の争点として、統制拡大の方策や野党共闘のあり方などが報じられた。告示前日の8月21日の段階で、玉木が推薦人を確保して論戦に意欲を示し、 津村が推薦人集めを続ける一方、出馬を模索していた、ゆずの離島移行が報じられ、情勢は混迷した。告示当日の8月22日午前、直前に推薦人を確保した津村と玉城が、立候補を届け出て一騎打ちが確定し、届け出後、津村は、現状を打破するために、選手交代が必要だ。玉城は、どちらが、 安倍政権に対するチャレンジャーにふさわしいかを選ぶ選挙だと意気込みを述べた。国会議員の推薦人は、津村が党内グループ、自由警戒メンバーなど衆議院議員を中心に10人、玉木が執行部メンバーや連合出身議員など参議院議員を含む20人を集めた。同日午後の共同記者会見や討論会では参議院一陸の候補者調整について、 津村が共産党を含む野党間の事前調整を主張し、玉木が共産党を除く野党間の事前調整と共産党に対する事後交渉を主張した。一方、同日にゆずが離党届を提出し、総務会はこれを受理せず除籍処分としたが、さらに離党を検討する動きが報じられた。8月23日には政策討論会が開かれ、 地方遊説が始まるなど、選挙戦が本格化した。終盤の情勢調査では、時事通信者が除籍されたゆずきを除く、国会議員61人のうち玉城支持は全体の7割、近い42人、津村支持は12人と報じるなど、国会議員票で玉城の優勢が伝えられた。9月4日の臨時党大会直前には、玉城の当選を確実視し,し、 選挙後の党運営に話題を移す報道もあった。代表選挙に立候補することができる者は、党所属国会議員に限られる。立候補に必要な推薦人は、党所属国会議員62人の15%、及びそれと同数の地方自治体議員で、それぞれ10人となる。人気満了に伴う代表選挙であり、有権者は、党所属国会議員、国政選挙の公認候補予定者、 党席を有する地方自治体議員、党員及びサポーターとなる。有効投票に基づくポイント総数の過半数を獲得した候補者を当選者と決定する。3人以上が立候補した場合で過半数のポイントを獲得した候補者がいないときは上位2人に対する決選投票を行う。決選投票は国会議員と公認候補予定者が臨時党大会で、 直接投票して行い、前者の1票は2ポイント、後者の1票は1ポイントに換算して、多数のポイントを獲得した候補者を当選者と決定する。選出された代表の任期は2021年9月まで。届け出順、津村圭介の推薦人、玉木雄一郎の推薦人9月4日の臨時党大会において、 国会議員と公認候補予定者による直接投票が行われ、地方自治体議員と党員、サポーターによる事前投票と合わせて集計された結果、津村が74ポイント、玉木が204ポイントを獲得し、有効投票に基づくポイント総数の過半数を獲得した玉木が新代表に選出された。玉木は国会議員票で61票中41票。 地方議員と党員、サポーターのいわゆる地方票でも142ポイント中106ポイントを獲得してつむらに大差をつけた。玉木は選出後の記者会見で統制拡大や野党共闘などの課題について全党一丸となって統制拡大に取り組みたいと決意を表明し、安倍政権のおかしなところを徹底調査し厳しく迫っていきたい。私も 論戦の戦頭に立って、バッタバッタとなぎ倒したいと述べて、政権との対決姿勢を鮮明にするとともに、野党共闘を進める、必要性を強調した。一方、国会議員票で無効票が2票出たことから、離党予備軍の存在も報じられた。新執行部は9月11日の両院議員総会後に発足することとなり、幹事長人事が焦点と報じられた。その後、 玉木の推薦人に名を連ねた、大塚公平前共同代表の代表代行企業、泉健太前国会対策委員長の養殖企業、玉木陣営の選対本部長も務めた、原口和弘前代表代行の役員企業などが検討されていると報じられたほか、2019年の統一地方選挙や参議院議員通常選挙に向けた、党結束の再確認や野党共闘を図るため、 平野博文前総務会長の幹事長起用が内定したと報じられた。9月11日の両院議員総会で以下の通り幹部人事が了承された。幹事長に平野国会対策委員長に原口が起用され、共に衆議院会派、無所属の会出身のベテラン議員であることから野党共闘を重視した夫人と報じられた。また、古川元久前幹事長は、 大塚と共に代表代行に処遇され、代表選を争った津村は、副代表に抜擢されるなど、執行部刷新を求める津村陣営への配慮も見られると報じられた。このほか、政務調査会長に泉、選挙対策委員長に、玉木側近の岸本周平前役員室長、総務会長に、電力総連出身の小林正夫前副代表が起用された。ありがとうございます。